涌井大輝のどうも涌井でーす。よろしくでーす。タイムリー六本木 tv ラジオ版毎月第3木曜日は涌井大輝のどうも涌井です。私、涌井大輝がお送りいたします。よろしくお願いいたします。とよろしくお願いします。 はい。8回目の放送になりましたね。よろしくお願いいたします。あのー、すいません。前回の7回目の放送、皆さん聞いていただけましたでしょうかえー、もうとんでもね、大惨事を起こしまして僕が。あのー、7回目の放送ですね。涌井大樹のどうも涌井ですとか言っておきながら、えー、声を発していたのは僕ではありませんでした。前回はですね、こあのタイミルオフィスの後輩の高橋つかさくんと、えー、飯田亜美さんお二人に任してしまいました。っていうのもですね、10月、 の放送でしたねあれ10月がですねあのー、それこそ前に終わった舞台版「サイコパスと」と、えー、これから始まる「チームキーチェン」舞台の声の稽古をですね毎日やっててもうまさかの収録するタイミングが1秒もなかったという10月中うんでもう全然関係ない高石司んにメイン MC をね全部丸投げしてしまうという うーん、残念な話。申し訳ねえ、申し訳ねえ。その説は。<laughs> すいません。えっ、ー、と、11月の第8回目はね、僕がしっかりとまた、よろしくお願いしますという感じで喋っていこうかなと思います。で、えっ、ー、とね、あの、今回も生配信じゃないんですよね。これがまた。そちらは今、あれですか、11月21日の20時ですよね。 っていう体ですよね今こちらですね、現在の時刻、11月18日の、えー、18時33分を回ったところです。ちょっと時差が生じてます。こちらフランスです。よろしくお願いします。うん、21日がですね、たった今僕多分チームキーちゃん声の2日目のソワレをやってるタイミングですかね。うん、やってるタイミングなんで生配信がちょっと今月もできなくて、なんだか、 またね、皆さんからのコメントも受け取れないっていう回なんですけれども、えー、頑張って自分で盛り上げて喋っていこうかななんて思っております。よろしくお願いします。はい、ということでですね、えー、最近は、まずは、えー、舞台版サイコパス、チャプター1、犯罪係数が、えー、終演いたしまして、本当に良かったなという感覚でございます。でもう、終わって、次の日から、えー、明後日ですかね、本番が、20日から始まる、チームキーチェン声の、 今日はですね小屋入りだったんですね。そうですそうです。スタッフさんがセットとかをね組んでくれてありがたい日でした。本当にありがとうございます。えー、っと、そんなわけで最近のお話をちょっとしていこうかなと思うんですけれども、えー、舞台版サイコパス見に来てくれた方、本当にありがとうございました。22公演走り切りましたね。 22公演って個人的にあのー、舞台をやっていて一番長い公演数でしたね22公演っていう公演数が一番長くて今まででえー、っと1616 16公演っていうのが一番僕の中では長いうーん公演数だったんですけどもそれをね超えてくる22公演という長旅をねえー、ザグミ一同で怪我なく 走り抜けました。ありがとうございました。ええー、と、どうでしたかねどうでしたかね僕が聞くことでもないですね、これは。あのー、楽しかったんですよね、舞台版サイコパス。楽しかった。あっさい感想。<laughs> 楽しかったんですよ。すごく、あのー、あれですね、大変だったから、その反動が楽しかったですね、すごく。あの、順風満帆。 っってていいううかか風満帆っていうかなちょっと大変だったものがやっぱ今となってみればものすごく充実していてあの走り回っていたなという満足感につながっておりますえっ、ー、とサイコパスですよねあそうあのサイコパスが終わって大輝サイコパス出んのとか友達にサイコパス出るんでしょとか今現場でも サイコパスお疲れ様とかちょっと違うんですよねそれサイコパスじゃないんですよ発音サイコパスなんですよっていうことをねあのいや絶対アニメ好きな人は絶対分かってると思うんですけど知らない人がねサイコパスサイコパスって言うとねそれ違うよ何も分かってないよ君帰って帰って帰って俺と話せるあのもう格じゃないから帰ってって言っちゃうんですけどもサイコパスですからね皆さんこれ聞くところによるとメンチカツと同じ あの、いや、笑ってるやん、スタッフさんが。メンチカツと同じらしいですよ。メンチカツ、サイコパス、あとね、ガラパ、ガラパゴス、<laughs> サイコパス。どっちでもいいですけどね。メンチカツか、ガラパゴス覚えてくださいよ、サイコパスの発音を。それね、すごくね、あの、稽古の最初の方でもね、ちょっと、 あの言えない人がいてサイコパスって言っちゃったりサイコパスって言っちゃったりなまっちゃったりした人がいたんですけれどももう一生すごく稽古の最初の方からみんなで発音の練習をしてましたねすごくセリフも難しくてものすごくあのー、難しくもえ人間味のある、うん、世界観をどう表現するかっていうことで皆さんでね22個に乗り切りましたえー、っとこのサイコパスですはねえっと僕自身6役 ぐらい演じてていろんな役をやってたんですけれども,んーもうん6役もどれもねすごく覚えることもあってでセリフもいっぱい喋ってみたいなことやってたんですけど一番大変だったなーっていうシーン役が一番オープニング開演してもう1分ぐらいでバッってなるチェーンソーを持った男これあのアニメの原作にも一番最初に出てくるんですけどあのー。 ヘルメットをかぶったチェーンソーで主役の久保田さん、鴻上さんと一緒にアクションをしていたのが実は僕だったんですけどあれが一番大変でしたね。僕あんまりあの舞台で緊張しないタイプなんですけどあそこだけは22回全部緊張しましたね。っていうのも、あのー、舞台セットがですね真ん中の高くガッと上がってる盆がですねあれ回るんですよ。自動じゃなくて人力なんですけど。 あれがすごいスピードでもう本編中何十周もしててでそのあの盆がぐわーっと回りながら、えー、1対1でアクションするシーンがありましてあのシーンがですねあのー、遠心力がすごくて乗ってたらもうの単純に上乗って立ってるだけでも ものすすごく体がブレるんですよ普通に立ってられ,慣れないと一発目だと立ってられないみたいなそんな中でアクションをしてたんですねであと大変だったのがあのヘルメット特殊なヘルメットがありましてあれ原作にも出てくるんですけどあのヘルメットをかぶってるとあのー、ドミネーターっていう拳銃があるんですけどあれが使えないんですよあのヘルメットがドミネーターの効力を打ち消す。 あの特殊なヘルメットを僕がかぶっていてでそのヘルメットもあの視界がねすごく悪かったんですそう,んそうなんですそうなんですあの何ですかねしもう視野がほぼないだから視界80%オフぐらいみたいな20%の縦線1本であの戦っててで自分が持ってるチェーンソーとかも視界に入ってないんですよねあれ。とりあえず 久保田さん鴻上さんから目を離さないようにもう勘でほぼ勘で振ってくみたいな状況で照明とかもすごく暗くてだからもう本当に俺ま俺いつ怪我してもお,おかしくないぞとあそこから落ちたら死にますからね僕は死んでしまいますからそういう緊張感と22回ちゃんと戦って、えー、お互い22回怪我もね一切なく。 終えられたたたっていうのののががねねまず番番ピピーーククでででしし僕中緊張初めすごくねチェーンソートがねあれもう自画自賛で頑張ったなって褒めてあげたいありがとうございますえ誰も褒めてくれないから <laughs> 頑張りましたでいろんな6役演じてたんですけどあの着替えもすごくね僕だけじゃなくてみんな多くて僕で言ったらね1回の 公園で12回ぐらい着替えがあってうん6役をねあの1回演じて終わりじゃないですから何回か演じる役もあってうーん1回の子で12回で22回あって計算してみたら22回で242回着替えてる計算になってたんですよ何242回ってそんな1日あっても23回しか着替えないですよね朝起きてパジマから 私服に着替えて、で、帰ってきてパジャマに着替える2回、2、3回ですよね。242回。もう半年分を2週間で着替えちゃったかなみたいな。そんな計算になってましたね。でもすごく楽しかったんで、良かったです。楽しかったシーンね。一番大変だったシーンもありましたけど、楽しかったシーンはね、えっと、見てくれた方は分かると思うんですけど、笹山さんと、えー、正岡さんのマージャンのシーンがありまして、 マージャンをその執行官と監視官たちでやるっていう日常のシーンがありましてあそこのシーンがすごく楽しかったんですけどあのシーンは元々台本になかったんですよね、うん、あれだけあったらそのトガキとかに、えー、3人でマージャンをしているみたいなトガキがあるはずなんですけど途中から加わった演出であの演出の三浦おりさんがちょっとマージャンの台持ってくるからマージャン適当にしててくんないみたいな。 はいわかりましたつってでセリフも全く書かれてなかったんですよマージャン中のセリフはだからその笹山役の細貝さんと正岡役の今村ねずみさん3人でいろいろ相談し合いがない「こうこんなことちょっとギャグっぽいこと挟めるね」みたいな「ちょっとアドリブで行ってみようか」みたいなことで稽古場から作ってたんですけどそのシーンが。 すごくいつもドキドキして、台本に、セリフにないことばっかりそれぞれが喋ってるので、すごく緊張しましたね。だから本番、本番に入って、すごくいろんな手数が増えまして、手数っていうと僕が、 仕事が多かったんですよ。まず僕がマージャンの台を舞台上に持ってくる。で、マージャンの台をセットする。で、椅子も全然し、向こうの方から椅子を3人分持ってくる。で、マージャンのパイを並べるみたいな。これを全部やりながら、その、アドリブで会話をしなきゃいけないみたいな。そ本番入ってからすごくやることが増えたなっていうシーンだったんですけど、もうだからなんか、ちょっと最初の方テンパってるんですよ。 22回あって最初の5回とかとにかくこの段取りを俺がやんないと後のシーンがグダグダグダグッになっちゃうので僕がとにかく急いでし仕事を終わらせるでなんか邪魔にならないようにお芝居はしててほしいみたいなでなんかその笹山役の細貝さんとかもアドリブでガンガン毎回違う感じで話しかけてきてくれるんですよ僕もなんかうまい具合に返せたらよかったんですけど最初の方はもう自分の仕事で手一杯だったんで あのー、もうほとんど聞こえてなかったんですよね。向こうの話しかけてくるセリフがこっちでう自分の手元で精一杯すぎて。だから完全に無視しちゃった形になったんです、アドリブを。<laughs> そんな感じで進んで、で、こう吐けていって、吐けていった袖で <laughs>、細いさんに、ちょ、わくちゃんなんで俺のアドリブ無視すんのって言われて <laughs>、いや、無視じゃないんですと。ちょっと、あの、 <laughs> ちょっと精一杯になっちゃって <laughs>、緊張しちゃダなんですよみたいな。ああ、そうなのみたいな感じで。だから、ちょっとすごい申し訳なくて。で、回を追うごとに、その、来たアドリブに対して、僕も、こういうこと言っていいですかみたいなのも、22回を経て、毎回違うセリフを言わせてもらったりとかしてて、すごくドキドキして <laughs>、公演するごとに、 成長していったシーンだなって、すごく思いましたね。えー、他にもいっぱいあるんですけど、ちょっと、なかなか時間がどんどん進んでいるようで。ね舞台はサイコパス。すごく楽しかったです。ありがとうございました。まだ、まだまだですよね。行けますよね。あ、あ、そうですかあ、早い。はい。えっと、あ、終わっちゃった。前半が。えっと、後半はですね、いろいろ、また、 なんかすごく久しぶりな感じがして、コーナーっていうよりかはもっともっと話したいことがたくさんあるので、また話していこうかなと思います。ええー、と、一旦じゃあ、こちらのコーナーです。この人見ました、聞きましたのコーナーです。このコーナーはですね、タイムロフィスのタレントの活躍を一つピックアップして、実際に見たり聞いたりしたものをレポートいたします。本日は、えー、倉谷エリコさんに喋、えー、っていただこうと思います。それでは、この人見ました、聞きましたのコーナーです。お願いします。 この人見ました聞きまししたた聞きのコーナーこのコーーナではタイムリーオフィスのタレントの活躍を一つピックアップして実際に見たり聞いたりしたものをレポートいたします本日は私倉谷えり子がお届けいたしますよろしくお願いします今回私がご紹介するのは川瀬翔吾田中パリ瀬川美久高橋由美が出演いたしました朗読劇 燃える同窓会についてレポートします完全オリジナルのサスペンス朗読劇ということでとある大学のイベントサークルに所属していた講師と生徒5人が5年ぶりに同窓会で集まるというところから話が始まるのですが幽霊部員だったメンバーの一言で物語はまさかの展開となり最後まで結末がどうなるかわからないハラハラするような舞台でした 会場は新宿3丁目にある知る人ぞ知る老舗のバープラ半地下のおしゃれな雰囲気のバーで開催されました私が面白いなと思った点は登場人物が本当にお店に入ってきたお客さんのように会話をしながら登場してそのまま物語がスタートするところでした話も会話で進行するのでまるで「 登場人物たちの同窓会に自分たちが偶然遭遇してしまったようなそんな近い距離で見ることができましたまた登場人物の名前が役名でなく出演者の下の名前を使っていて後で聞いたところでは宛て書きで脚本が書かれたそうですだからあの登場人物全員のキャラクターが立っていて面白かったんですね キャラクター同士の人間関係や性格の違いが会話に表れていて見ていてとっても楽しかったですこのバーで行う朗読会は月に1回定期的に開催しているようでまた行ってみたいと思いました皆さんも芸術の秋に朗読を是非聞きに行ってみてはいかがでしょうか以上この人見ました聞きまししたた。き本日は朗読劇「燃える同窓会」 倉やえりこがお届けしました 枠井大旗のどうも枠井です。後半戦に参りたいと思います。後半はですね、コーナーとかをやっていこうかなと思ったんですけど、えっと、ちょっと来月もしかしたらゲストとかを呼んでちょっとずっと話したいなっていうのもあるので、えっと、今回の8回目はちょっとね、早いんですけど、今年振り返りトークみたいな感じで、いろんなことのまたトークな後半にしていこうかななんて思っております。えっと、そうですね、先ほど。 舞台版サイコパスの話をしましたけれどもで次のあさってから始まるチームキイちゃん声が一応舞台で言えば最後っていうことになるんですかねうんなのでもうもう終わりですよね早かったっていうか今年本当に書き出してみたらいろんなことをやっていたなってちょっと振り返っていこうかななんて思っております 今年の一番最初の舞台で言えば、劇団は、地獄の里も金次第って言うけど、地獄じゃ金は使えねえんだぜ。タイトル、投げ。これタイトルですよ、全部。地獄の里も金次第って言うけど、地獄じゃ金は使えねえんだぜ。という舞台です。こちらに出演させていただきまして、警備、警備ロボットの、守るくん、っていう、人を演じてまして、人じゃないロボットですね。演じてましたね。 だからここからの話ちょっと本編見てないと分かんないと思うんですけどちょっと振り返らせてください自分勝手にすいません <laughs> 警備ロボットの守んねこんなにあのー何ですかお笑いだけをもうノイローゼのように考えた役は初めてでしたねなんて言うんですかもうお笑い要因って言ったらちょっと角が立っちゃうかもしれないんですけど 何ですかね。出てきて変なことばっかり言ってましたね。あんまり <laughs> セリフ通りに喋ってなかったな。申し訳ないんですけど。<laughs> 脚本家の村上かおるさんには。なんかすごく変わってて、この物語が。あのー、1億円当選した男が、 その家に1億円をね隠し持ってるんですよ。で、聞きつけた1億円当たった奴がいるって聞きつけた悪い人たちがその家に来て1億円を奪いに行ってその1億円を一人の男が守るみたいな話なんですけどそこにそのちょっと一人じゃ守りきれないと。で、警備ロボットがあるらしいとちょっと呼んでみようっつって守るくんこと僕が登場するわけですよね。でね、またちょっとプレッシャーだったのが 大コメディの作品なんですけど、一時間ちょい僕出ないんですよ。その前にもうもう笑いの猛者たちが異常なほどキャラの濃い人たちがもう笑いをかっさらっていって、で、もう最後の最後で登場する新キャラみたいな感じで、最後僕が登場するみたいな。そんな感じで、だからもう一回自分のシーンで出ててて楽屋帰ってって、ああ、俺ちょっと仕事してきたわみたいな。 笑い取ってきたわ、みたいな感じなんですよ。楽屋も。<laughs> で、受けなかった人は、あのもう誰も何にも言ってくれないみたいな。受けた人はみんなもう出待ちのように拍手して迎え入れるみたいな感じで。で、僕がもう最後の鳥でみたいな感じで出ていくんですけど、これまた大変なのがね、1時間後に出たら、1時間ずっと舞台の上にいないといけないんですよ。で、全然みんなは舞台上で水とか飲んでるんですね。どんな舞台だよって感じなんですけど。 俺はロボットだから飲んじゃダメだって言われて、めちゃくちゃアクションもあるんですよ。死ぬほど死んじゃいたいぐらい汗かくのに。で、その、ロボットなんでお尻のところにあの、じなんですか、電源、挿すところがあって、舞台セットの電源のところでガッと挿して充電ですって言って、<laughs> 10分ぐらい何も喋らなくなる時間があるんですよ。 ちょっともうマジ一回吐けさせてくれみたいな。汗もすごいし、ロボットならそんな汗かかねえだろみたいな。脇汗もすごいしみたいな。で、もう吐けれないし、もう全シーン日替わりネタを毎日考えなきゃいけないみたいな。<laughs> めげそうになっちゃいましたね、10公演。もう誰もその、許してくれないんですよ。同じこと言うのを。同じギャグを。 使い回すというか、言ったら怒られるんですよ。ちょっとダメそれって。変えてって。おきに行かないでって,って。すいませんって,って。でも別にも誰に頼る腕もなくね、自分で考えたものを出して。で、自分で考えたものを10回出して、ある日に、なんでそんなこと言うのって言われた日があって、いや、じゃあちょっと、なんか精査してよ、俺のこと、みたいな。<laughs> そんな自由に刺すなら、なんかちょっとその、決めてよ、そっちで、みたいな。 怒られる日もありましたね。自由にや、やりすぎて。そんな、自己沙汰でした。はい、あ、続きまして、ENG、セカンドユースリープ、再演、三好役、あ、はめましての劇団でしたね。ENG は、今年の、えー、っと、し、月 ?5 月あ、4月。4月です、4月です。 4月にやりましてこれがまた ENG さんが僕すごく昔からあの ENG さんの存在を知っていてすごく見たこともありますしものすごく達者ででその小劇場界のもうすごくね猛者もう名前ばっかり聞きますよみたいな人の僕の中ではオールスターみたいなキャストの中に新参者として 入っったたのがセカンドユーースリープだったんですよでそれもまた「ちょ再演」っていう言葉ねこれがまたちょっと怖いんですよ初演を出てた方がもちろんすごくいらっしゃって「ENG」出たことある人はほとんどなんですよ「それセカンド・ユースリープ」初演は出てなかったけど再演からでも「ENG」の別の作品では出たことあるみたいながっつり「始めまして」はほとんど 僕だけだったかなみたいな感じだったんですよ。だからすごく緊張して最初も。で、またダブルキャストだったんで、逆チームの同じ三好役っていうのも、いるわけですよね、藤城海君が。いたから、ものすごく俺、ほんと一番ダメだし、多分されたんじゃないかなっていう。福地さんに、福地慎太郎さんに、めちゃくちゃ、な、ちょっと、なんだったかな。 あのー、あー、なんで出てこねえんだろう、こういう時に。ああ、だめだな。ラジオ失格。<laughs> ああ、出てこない。それでもか、あ、そうだ。それでもかっていうセリフがあったんですよ、5文字。ずっと <laughs> 言われちゃって。5文字なのに、5文字なのにっていう言い方もおかしいですね。説明が下手。もうちょっと、やばい。 すごくすごくその福士さんの演出が勉強になるというか今まで感じたことない内面の部分まで嘘つけない嘘はつけないのはどの作品でも当たり前なんですけどもうすごく見破られるというかちょっとでもそこに何か雑念があるようならもう払われちゃうんですよその雑念を。ものすごく勉強になったし。 すごくあったかかったなっていうお客さんが ENG のお客さんがものすごく何言ってももう家族のように笑ってくれるしあの空間に一緒に初めて入れたことは今年すごく勉強になったし感謝だなっていう感じでしたね、えー、続きましてチームキイちゃん猫の箱には5月ですねこちらがあ主演をやらせていただきましたこのもうあさって開幕する「チームキイちゃん声」っていう作品の1個前の 作品でして、こちら主演でやらせていただきました。初めてね、全編大阪弁に挑戦しました。もうそれこそ、あの、主催の方が、ちゃんと大阪の人で、ずっと大阪弁なんですけど、最初にもう、セリフを全部大阪弁のやつを吹き込んでもらって、一生それを聞いて、とにかくイントネーションをもう焼き付けるみたいな、自分の口に。そういうことをやってましたね。で、ちょっとまあ、これ今だから言える、ちょっと <laughs>、あれなんですけど、猫の箱には、あの、 ゲネプロですね。ゲネプロで、僕あの小道具の携帯をね、忘れちゃったんです楽屋に。ポケットに入れておくのを忘れてて。で、その携帯で、僕、音楽をピッとこう、iTunes みたいなやつで音楽を流さなきゃいけないきっかけがあって。で、この音楽に合わせて、全員あの音合わせのシーンが始まるみたいな、すごく重要なアイテムを僕忘れちゃったんですよ、楽屋に。 で、僕が、その、はけて撮りに行く時間もないし、かといってなんか、とにかく今、音楽を流す何かきっかけを与えてあげないとシーンがもう、ちょっと、進まなくなっちゃうから、もう、やばい、やばい、あ、やばい、携帯忘れた。ちょ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。うよう音楽お願いしまーすって言って、もう言っちゃって。<laughs> 音響さんの方角に向かって、<laughs> 音楽お願いしまーすって言って、トンって出してくれるだっていう。<laughs> ゲネブロだったんでね。 ちょっともう、スタッフもあの、笑って終わらせてくれましたけど、とんでもないミスをしちゃったな、主演で <laughs>。ゲネブロだったんでね、ちょっと C な感じでお願いいたします。あれもう時間が、まだいける、まだいける。はい。ね、はい、ありますね。そんなえ主演でした。最悪な話しかできてねえじゃねえか、主演の話で。 はい。えー、7月、爆走との小学生、みんな自分がかわやすこちら、脚本演出出演ですね、全部。いや、もう大昔のようですね。あんなに準備して、あんだけ魂込めてやったのに、まだ、ん ?3 ヶ月前とかなんですかね。もう全然1、2年前の話のように感じますね。脚本演出出演、やりました。うん。こりゃは。<laughs> 大変でした。 すごく、今思い返しても、ちょっと、なんか、あんまり、夢のようで、あの時間が。あ、ちょっと待って。あ、やばいちょっと、え時間ないじゃないですか。<laughs> ねえ。告知行きますか。もう、すいません。時間配分バカ野郎。はい。ちょっとまた、あのー、来月とかね、もろもろ話していきたいなと思います。えー、っと、ということで、一回告知に行きましょうかね。 えーっと、あさってからですよ。11月の20日から25日まで、チームキーチェン声これちょっとみんな見てください本当に知らないでしょチームキーチェンの凄さを。あらすじ、何にも話せないんですよ。あらすじとか載せない劇団で。で、なんか別にそれを出したとしても、ちょっと自分から何か言って、前情報を持って見てほしくない作品ですね。とにかく、 とにかく見てほしい。見てくれないと何も始まらないので、とにかく明後日から僕頑張りますんで、みんな頑張りますんで、届けます。声をよろしくお願いします。で、えー、来年の今年いっぱいはそれで舞台は終わりで、来年は1月7日から12日まで、劇団はハッピースペルという、 作品をやりますこれがですね再演でですね僕主演をやらせていただきますミュージカルなんですよねはいでもちろん3年前に初演があったんですけど今回の再演この間あのカンフェティチケットのカンフェティさんに初めて取材をさせていただきまして、えっと、主催の演出の青山拓君から話を聞く限りものすごく キャストもね、倍以上になって、脚本ももう大幅に改定されて、で、例えばミュージカルなんで曲があるんですけど、曲とかもう初演の倍、例えば5曲だとしたらもう十何曲になってるっていうことを聞いて、もう、やる気しかないですよね。やってあります。真ん中を。いただけたので、せっかく。もう命を懸けて、いい作品にしたいなと思っております。はい。えー、出せる情報は、 その二つでございますね。ありがとうございます。ということで。あら、はいですね。8回目ももう、お時間となって。 しまいました、えー、楽しんでもらえたでしょうか皆さんまた、えー、来月もぜひ聞いてください呼べたら、えー、ゲストをお呼びしていろんなトークしたいなと思っておりますということで本日のコーナー担当は倉谷やえりこさんそして和久井大輝がお送りいたしましたちなみに来週第4週目は大魔人とおしゃべりな子供たちでございますそちらもどうぞお楽しみにそれではまた聞いてくださいありがとうございました